こんばんはでございます。こんにちはでございます。はい、ソウル徹のビデオトークでございますが、ここのところですね、本当に恐縮なんですが、私のお話をずっとさせていただいております。はい、まあそろそろ1990年の、まあ、ケツぐらいまで行ったかなっていう、はい、話がちょっと前後しますけど、本当にすいません。もうね、僕も一生懸命思い出してるんですけどもう抜けてるものだらけで本当に申し訳ない。はい、本当に申し訳ない。でもなんつったらいいんですかね、意外と皆さんが喜んでくれてるので嬉しいです自分のね昔の話をこんなに皆さんが喜んでくれるなんてね、思ってもいなかったから。はい、で今回なんでございますが、そろそろ2000年に入ってみようかなと思っておりますね。はい、2000年に入りましてですね、また新たな動きが、今までなかった感じですね。はい、感じの動きがですね、こうくる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 ってきましてね、私がポンと乗るわけでございますね。それにくる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 にポンって乗るわけでございますけれども、はい、今までやっぱりなんだろう、どっちかというと一番お仕事をさせていただいたのはきっと僕ね、東芝 EMI さんだと思うんですよ、レコード会社。うん、まあ今のユニバーサルですね。はい、数々アルフィーの皆様も、氷室京介様もね、布袋さんもみんなあそこのレコード会社だった。はい、でまあ亡くなりまして、まあ各自こうレコード会社が今度ユニバーサルでそのまま移行なさった方もいますし、いろいろこうバタバタバタって来る中でですね、そこで昔ハンターという歌手レコード屋だった懐かしいです。俺はその頃から知ってる、その頃から知ってるよ松浦さん。あ、そっか、まあいいや、置いといてABEX のお仕事がすごく多くなる時代が来るわけでございます、皆さん。はい、もちろん私も一アーティストでございました。はい、ABEX 在籍、今まだしてんのかな、まあいいや、はい、置いといてはい、まあここで入りますとですね、まずここで忘れてはいけないのはですね、いわゆるまあこれは2003年なんですけど、大塚愛さんがありましたよね。ね、大塚愛さんありました。あとそれから昔アニメだったのが実写になるっていうのが意外に多かったんですね、当時ね。はい、で「アタックナンバーワン」っていうアニメが実写になりましてですね、はい、オープニングが、福田沙紀さんって、テーマがありまして、エンディングテーマは、上戸彩さんがやりましたね。それ両方やらせてもらいましたね。でなんと、音楽プロデューサーが高見沢俊彦さんでした。はい、高見沢さんでしたね。高見沢さんいろいろやらせてもらいましたね。僕さんまさんもそうでしたね、僕ね。はい、はいはい、幸せはなんだっけなんだ、あれも僕やりましたよ。あれそうなんですね。はい、コマーシャルですね。あれは高見沢さん関係なかったです、ね、関係なかったですか。はい、あのレコーディングもやりましたね、コマーシャルサイズの。おお、はい、はい、レコーディングもやりましたね。そういえばまあ置いといて、はい、意外とこう音楽業界全体が目まぐるしくこう動きがちょっと風が変わったっていう、うん、別にやってることは何も変わらないんですけど皆さん、はい、レコード業界自体は何も変わってなかったですけど当時。でもなんか風が変わったって感じがしますね。はい、なんか、うん、もちろん打ち込み物も多くなってきたし、そうですね、音楽対応化みたいなものがですね、うん、すごく出てきた時代かな。うん、もちろんまあユーロビートはもう前からありましたけど、うんうん、山場はもうめちゃくちゃありましたけど、それと打ち込みと生をの共存もの、打ち込みと生をと戦うというものがですね非常に多くなってきた時期かなと、はあ、いう感じがしますね。今ちょっとお話に出たその ABEX の、うん、ものをよくやりだしたというか、はい、
なんかきっかけとかあったんですか？きっかけね、僕ね東京プリンさんで呼んでもらったの、アルバム。東京プリン、はい、呼ばれて、で面白いな面白いなって言ってたの、うんうんうん、僕がしたら徹さんが一本ライブやってくれないですかって言われて、はい、で一本、いや一本じゃなかったよねで行ったらそこで、アコースティックギターで12弦だの何だの弾いてたらのが長尾大君だった。あ、まあ、ちょっとさっきね話に出てた、そうそう、ルーアーズインフィニティので面白いな面白いなって言ってて、で徹さん今度ルーアーズインフィニティってバンド僕やってて、今度お願いしますって言われて、いやもう喜んでなんしてたの。そっか、すごいですね。それでそこら辺で派生してどん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 だよね、うんうんうん、だって大塚愛ちゃんも大ちゃん書いてたからね、あ曲。じゃあもう変な話、長尾大さんのつながりでっていうか、うん、いやそれだけじゃないだけではない、うん、でやっぱり東京プリンって非常に会長がね、うん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 、FX の会長が非常に大事にしてたユニットだったんで、プロモーションビデオに自分が出ちゃうんだからねそうなんですねまあ当時は社長でしたけど、本当に大事にしてて、なんか非常にこうその姿がとっても良くて、うん、すごいなすごいなってた、うん、あんだけの ね、ものすごい門構えのビルのレコード会社の社長が自分とこのアーティストのためにリアカー引いちゃいけねえだろうみたいな。今でもそれ東京プリンのアルバムでDVD ついてますからよーく見ると、はい、リアカー引いてますよ会長そうか、はい、じゃあだから意外と前後してるんですけど、うんうんうん、話は、まあまあ、話は前後してるんですけど、そこら辺から非常に増えてますよね、まあ、エビックスは、はい、まあ、でもたまたまっていうのもね、ありますけどね。そうそう、たまたまみんながこう、こうぶつかって、うん、高田久美ちゃんですよね、まあ、結局まあエビックスにいたというか、うで、高田久美ちゃん2006年ですもんね、うん、もうみんなくっついてますよ ね、はい、2006年人魚姫っていう曲ですね、まずね。でまあその後はさっき調べてもらったんですけどね、Can We Go Back って映画の日本の主題歌を小田さんがやってて、それは2010年でございます ね。非常にロックもね、久美ちゃんは好きですよ。でも彼女そうですよね、結構曲調いろんな、うん、でね、耳の中でも音が鳴ってんの、うんうん、例えばこれはドーンダーンって言いたいとか、うん、でここでトン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 みたいな、なんかこう物が壊れたみたいなフィルがあってとか言ってもうガーンでガーンっていきたいとか、うん、だからいるんですよレコーディング、はいはいはい皆さんいないと思ってるんですけど、久美ちゃんって。あ、ちゃんとあれなんですね。えドラムの鳥とか、もうドラムの鳥の時からいますよ。おすごい。でバンドが方向性が決まって、うん、でじゃあこんな感じで進んでいきましょうっていう形が決まってから、やっともし取材とか他の仕事が入ってたら次のところ行くけど、まずバンドが固まるまではずっといる。素晴らしい。そんな音決めする時もちゃんと立ち会うっていうかね、うんうん、でその音に関してのリクエストは愛ちゃんもそう、大塚愛ちゃん。あ、そうなんですね、うん、例えばシンバラのシャーンって音も、あ、その音はちょっと怖いからもうちょっと優しくシャーンっていう音がいいとかほう、うん、そうなんですね。でシャーンって入ってくる時も怖くない方がいいとか、うんうん、そういうリクエストをすごいしてくれる。そうなんですね。愛ちゃんもずっといる。へ、うん、だから非常にアーティストとして、うんうん、ちゃんと頭の中でこう、音のイメージ、もちろん、うん、アレンジメントのそのボタンの中で音系みたいな、自分がこう欲しい音みたいなものがすごいはっきりしたなんじゃないかな。だから非常にこう一個ポコンって入ると全てがスムーズに動き出す。そこまでは大変だけど、うん、あ、ちょっと愛ちゃん待ってね、ちょっと待ってねっつってブワーってシンバルケース開いて、セッティング変えてね、これがいいかな、これがいいはい行くよ、はい行くよとか言ってシャー、これはうーんって言われて、あ次ねとか言いながら彼女はそうか、自分で曲も作るし、作詞する方ですもんね。ああ、もしかしたら曲作る段階でもある程度こう、もう耳の中で ね、シンバルの音色とかあるんで、すごい、ここでシャーンって鳴ってほしい、うん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 、そのシャーンがもう頭の中にあると思うんだよね。ああ、うん、もう素晴らしかったなあれ、ね、でちゃんとね、ケージルの高いのを選ぶんだこっち選んだかみたいな、うん、ハンドハンマーの
あの意外とあの見た目は汚いけど音はめちゃめちゃ高いやつ昔からでこれどうかな渋いかもしれないけど聞いてみてくれるってシャーって言ったらそれがいいですすごいな値段が高いの分かってるなと思ってじゃあこれで揃えるねと思ってじゃあこれで揃えるよとか言ってうーんだから楽しかったすごい楽しいレコーディング もちろんクミちゃんも楽しかったし、うん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 だからそこら辺でこういろいろこうねそれで Do As Infinity ってグループやらせてもらうんですけどあの大ちゃんに誘ってもらってね、うん、で Do As Infinity はプロモーションビデオも出てます出てますはいあの冒険者とねあと We Are の2曲は出ておりますね僕ねでさっき自分でメモしてどこにメモしたか忘れましたね、はい、もうこんなもんでございますよ、はいはい、ああそうウィアーが2000年で冒険者が2001年ですねもう当時はもうね順番が分かんないんですよ実はレコーディングしてて確かにね、はい、年に何枚もですよね、はい、あの出る場合がございますんでトロさんもあのそんなにほらあの例えばドゥアーズだったらドゥアーズそればっかりやってるわけじゃなくてもう変な話も毎日毎日いろんな人の仕事をしてる中 で、ねはい、よく PV なんか出る時間ありましたねみたいな話をさっきしたんですよねいやでも本当にありがたい出会いで、うんうんうん、僕は非常にあの ABEX にこうやって、うん、あの会わせていただいたことがこの後にものすごい話になるんですよ皆さんまたお時間が来てしまいましたまだまだ自分の話が続きましたが皆さんすいませんねもうちょっとお付き合いください今日はここまででございますガッキ教則 DVD シェアナンバーワンアトスインターナショナルのギターレッスン見放題サービスがスタートブルースアドリブソロ F マイナーというのはですね、音楽理論、こちらにあります機材セッティングなど DVD で人気の映像が100本以上見放題アドリブ、スケール、音楽理論までギターの全てが分かりますアトスギターレッスン今日からあなたもギタリスト